めくらぼし、小川未明。それはずっと今から遠い昔のことであります。あるところに目のよく見えない娘がありました。お母さんは娘がまだ小さい時に娘を残して病気のため死んでしまいました。その後に来ましたお母さんは この娘を本当の自分の産んだ子供のように可愛がらずに何かにつけて娘に辛く当たりました。娘は目こそあまりよく見えませんでしたけれど、まことに利口な女の子でありました。そして後に来たお母さんに生まれた弟のサブローの森をしたり、自分のできる限りの世話をしたのであります。 こんなに弟を可愛がりましたのにかかわらず、お母さんは、やはり娘を目の敵にしました。お母さんは、実に物の道りのわからない人でありましたけれど、弟のサブローは、この姉をしたい、その言うことをよく聞く、いい子でありました。サブローは、一羽のかわいらしい小鳥を飼っていました。 その小鳥は、羽の色が美しいばかりでなく、いい声を出して、朝から晩まで、籠の中でさえずり歌いましたから、サブロはこの小鳥を愛したことは一通りでありませんでした。またサブロの一番大事にしていたのは、この小鳥であったことは言うまでもありませんでした。意地の悪い母親は娘に向かって、 お前は毎日鳥に絵と水をやりなさい。そしてもし鳥を逃がすようなことがあったなら、その時は大変だ。そうすれば、もうお前はこの家から出て行くのだ。決してうちに置きはしないから。と言いました。おとなしい、目のよく見えない娘は、どんなにこの母親の言いつけを遠慮したでありましょう。 小鳥はそんなこととは知らず、朝からかごの中で止まり木に泊まって、泣いたり、さえずったりしていました。そして、細いかごの目から、遠い空などを眺めていますうちに、小鳥は、どうかして、広い世へ出て、自由にあの青々とした空を飛んでみたいものだと思ったのであります。小鳥は自分の友達らが、 木の枝や彼方の空で泣いているのを聞きますと、その気ままな生活が羨まれたのでありました。自分もどうかしてこの籠の中から逃げて出て、せめて一目なりとも世の中の様々な景色を見たいものだと思いました。こう小鳥が外に憧れていますうちに、ある日のこと、目のよく見えない娘は、 えちょこをかごの中に倒して、それを直そうと気をもんでいました。小鳥は、娘の手とかごの入り口のところに隙間のあるのを発見しましたので、素早く身をすぼめて、ついとそこから外に逃げ出してしまいました。小鳥はまず屋根の上に止まりました。そして、 これからどっちへ向かって逃げていったらいいかと、しばし思案にふけったのです。その時家のうちでは、なんだか大騒ぎをするような様子でありましたから、まごまごしていて捕らえられてはつまらないと思いましたので、一声高く泣いて、遠方に見えるこんもりとした森影を目当てに、飛んでいってしまいました。娘は小鳥を逃がしてしまうと、 大変に驚き、悲しみました。どうしたらいいだろうと気をもみましたけれど、何分にも目がよく見えませんので、どうすることもできないので、ただ、うろうろ騒いでいました。この時、サブロウは姉のそばにかけてきまして、姉さん、鳥はどこへ行ったの僕の大事にしておいた鳥はいなくなってしまった。僕はどうしたらいいだろうと、泣き出しました。 優しい姉は弟をいたわって、サブロウさん、私が悪かったのだから、どうか勘認しておくれ。あんなにサブロウさんが可愛がっていた鳥を逃がしてしまって、私が悪かったから、どうか勘認しておくれ。きっと私が鳥を探して捕まえてきてあげるから、泣かないでおくれ。と言いました。 この物音を聞きつけた母親は何事が起こったかと思って奥から出てきました。そしてその次第を知ると大変に起こりました。サブローのあんなに大事にしておいた鳥を逃がしてしまってお前はどうするつもりです。いつかの約束ですからさあお前はこのうちから出て行ってしまうのです。どこへでも 勝手に言ってしまうがいい。と母親は言いました。娘は手を合わせて、決して悪い気でしたのではないから許してくださいと泣いてわびましたけれど、もとよりこれを機会に娘を追い出してしまう考えでありましたから、母親は何と言っても娘の過ちを許しませんでした。弟のサブロは、 姉がかわいそうになりましたので、共に母親のたもとにすがって許しを乞いましたけれど、母親はついに許さなかったばかりでなく、娘を家から外へ追い出してしまいました。そんなに家へ入りたければ、逃げた鳥を探して捕まえてくるがいい。と、母親は娘を尻目にかけて叱りました。 娘はやっと顔を上げて、サブローさん、私はきっと鳥を探して捕まえてきてあげますよ、と涙ながらに言いました。そして彼女は、いずこへともなく立ち去ってしまったのであります。娘は、空になったかごをぶら下げて、あてもなく町から村へ出て、 村からまた野原へと彷徨い歩いたのであります。もしやどこかで聞き覚えのある鳥の声はしないかと耳を傾けましたけれども、辺りはしんとして何の鳥の鳴く声もしなかったのであります。どうか、鳥、鳥、この籠の中へ帰っておくれ。お前が帰ってくれないと私は家へ帰られないのだから、どうか、 このカゴの中に帰ってきておくれと、娘は、あてもなく、逃げていってしまった鳥に向かって、独り言のように頼みました。しかし、どこからも鳥の飛んで帰ってくる様子がありませんでした。娘は仕方なく野原をさまよって、だんだん森の中から山のふもとへ歩いてきました。 そのうちに日は次第に暮れかかったのです。どうしたらいいだろう。もし鳥がこのカゴの中に帰ってきてくれなければ、私は弟に対してすまない。お母さんは私の過ちを決して許してはくださるまい。仕方がないから私は死んでしまおう。と決心しながら、 とぼとぼとなおも道を歩いてきました。高い山の端が赤く黄色く色づいてはいつしか沈んでしまいました。娘は悲しく日の沈むのを眺めました。もう家を出てからだいぶ遠く歩いてきました。今頃弟やお母さんはどうしていられるだろうと思うと、 寂しく、頼りなくなって、涙が湧いて出てきました。そのうちに彼女の歩いている道はいつしか尽きてしまって、目の前に青い青い池が見えました。日は全く暮れて、空の星がちらちらとその静かな水の上に映っていました。娘は、 目がよく見えませんけれど、この深そうに青黒く見える池の表に映った星の光だけはわかりました。彼女はずっとその池の表を見つめて死んでしまおうかと思案していました。ちょうどその時、水の中から、姫、姫、 どの星になる金の星か、銀の星か、それとも紫色の星か、という声が聞こえたのであります。娘は、これはきっと神様が自分を救ってくださるのだろうと思いました。お星様になったら、もう今までのように悲しいこともなければ、また辛いこともなかろう。そして、 懐かしい本当のお母さんに会うこともできれば、またサブローさんの大事にしていた鳥を世界中巡り巡って探すこともできるだろう、と思いました。またこの時、水の中からさっきと同じ声で、姫、姫、どの星になる金の星か、銀の星か、それとも紫色の星か、 姿が見えないけれど、同じことを言いました。娘は考えて、金の星になる、と答えました。すると、金の星は早いぞ。早く出て遅く入る。と、また水の中から言いました。娘は、これは、金星は早く空に出て遅く海に入るのだから、 早く池の中に飛び込めというのだろうと思いましたから、早速手を合わせて、神様に祈りながら、ざんぶりとばかり、水の中に身を投げ込んでしまったのであります。その世から、空に金色の新しい星が一つ増えました。けれどその星は、めくら星でありました。 他のお星様のように、遠く、高く、地から離れて、天上界に住むことができないのであります。舞を森や林や野の上近くさまよって、このお星様は何か尋ねています。それは、死んだ姉が、なお弟の可愛がっていた鳥を探しているのであります。ある日のこと。 山や森や林や川はみんな一緒に集まって相談いたしました。あの目倉の星は本当にかわいそうだ。毎夜この下界の近くにまで降りてくる。もし山や森に突き当たったらどうするつもりだろう。と、彼らは互いに話し合いました。こりゃ俺たちがあの星に注意してやらなけれならない。そうだ。 それが俺たちのすべきことだ。と、彼らはまた言い合いました。相談が済むと、彼らは互いに別れてしまいました。どんな晩も、雨の降らない限りは、目倉星は金色に光って、下界に近く空をさまよいます。皆さんは、金色に輝く星様が、 山の頂に届きそうになって過ぎるのを見るでありましょう。その時、ふもとの谷川は声を限りに叫びます。また森には風が起こってゴーゴーとなります。ある山は赤い火を吹いて星に警戒します。めくら星は高い山の頂に着きそうになって、この物音を聞きつけて、 さも寒そうに身震いしながら、青い青い夜の空を、あてもなく無事に過ぎてゆきます。神様は、めくらぼしとなった娘をかわいそうだと思われました。けれど、逃げた小鳥に別に罪のあるわけでありませんから、それを罰することができませんでした。ただ、めくらぼしがい夜地に近く降りて、 鳥を探しているのを不憫と思われて、これはいくら探してもわかろうはずはないから、逃げた鳥は他の鳥のように昼間は泣いたりさえずったりさせずに、夜に限って泣いたりさえずったりさせてやろう。そうすれば、目くら星はきっとその泣き声を聞きつけて探し当てることができるだろう。と、神様は思われたのであります。 森に山に林に、みんな他の鳥は、昼間太陽の輝いている間は、面白く、楽しく、小から小にさえずり渡っているのを、一人、昼間は眠って、真っ暗な夜の間、眠ることができずに反対に泣いている鳥があります。これは、昔、籠から逃げていなくなった鳥の子孫らであります。 しかし、めくらしは、永久に森の中に近づくことができません。虚しく、はるかに、ほととぎすやフクロウの鳴き声を聞きながら、高い山の頂を過ぎるのです。